見た？アーニャドラマよりアニメ派。アーニャちゃんってまだまだ子供よね。恋愛とか興味なさそうだもんね。愛があればね、空だって飛べちゃうのよ。嘘つき。き、朝っぱらからしょうもない話で盛り上がっちゃって。前回までのあらすじ。ボンドの魅力が次男に伝わらず、仲良し作戦に失敗したアーニャ。次男の意地悪を乗り越え無事任務を達成できるのか。アーニャの戦いはこれからも続く。昨日父に頼んでボンド入れた家族写真撮ってもらったのだ。これを見せれば。お、なんだこのでけえ犬は。あっと、だから出題範囲が広いんだよな。いや、そうなんですよね。ゴー、ほら、なんか落としたよ、アーニャちゃん。この写真ちょうだい。